子どもたちが興味津々に見つめるのは、押しつぶしたように平たい形をした体長5センチほどのマコガレイの稚魚です。放流会は子どもたちに海に親しんでもらおうと長崎ペンギン水族館が毎年開催していて、今回で19回目です。バイ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 、はい、もう一度マコガレイは県内では主に大村湾で水揚げされ、大村湾漁協によりますと昨年度の漁獲量はおよそ100キロと5年前に比べるとおよそ4分の1にまで減少しているということです。栽培漁業に取り組む長崎市水産センターで育てられた稚魚およそ700匹を大きく育つようにと願いながら子どもたちが放流しました。どう今触ってたんでしょう。魚がツル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 。おお。お魚流してどうだった？楽しかった。どのくらいに大きくなるかな？こんくらい。流すとね死んでるように見えた。流してね。お水にね、ふたってね、ひとだけ死んでたように見えた。お魚は好きですか？お魚怖いから。怖いの？お魚怖いって言ってますけど、もう怖くない。リリー、これで終わり？うん、これで終わり。初めて見る生き物だと思うので、この放流会でやっぱり少しでも一つ知れるきっかけになったんじゃないかなって思ってます。今日放流した稚魚は 4,5 年で食用になる大きさの300グラムほどまで成長するということです。